紹介します。ゴールキーパー背番号1、菅野貴則。ディフェンダー背番号2、石川直樹。ディフェンダー背番号3、進藤陽介。フォワード背番号4、福森明人。インフィールダー背番号6、中原翔。インフィールダー背番号7、ルーカス。インフィールダー背番号8、深井貴樹。フォワード背番号9、鈴木武蔵。ミッキーは背番号10、宮沢ひろき。フォワード背番号11、アンデルソン・ロペス。フォワード背番号13、岩崎優斗。ミッキーは背番号14、よしあき。ディフェンダー背番号15、浜太陽。フォワード背番号16、プリムラーレン。ミッキーは背番号17、神崎リンキー。神崎選手は全国高校サッカー選手権準決勝進出、そして今日は勝利しました。熱狂しております。ミッドフィルダー背番号18、チャラキー。ご存じの通り、チャラキー選手も FC アジアカップタイ代表で出場のため本日は欠席です。ミッドフィルダー背番号19、白井康介。ディフェンダー背番号20、キム・ミンテ。ゴールキーパー背番号21、馬場俊太。ミッドフィルダー背番号23、中野佳浩。ディフェンダー背番号24、中村拓也。ゴールキーパー背番号25、クサイエン。ミッドフィルダー背番号26、早坂亮太。ミッドフィルダー背番号27、荒野拓磨。ミッドフィルダー背番号36、松山光。ミッドフィルダー背番号44、小野伸二。フォワード背番号48、ジェイ・バウザー。フォワード背番号77、チッチ。続きまして、コーチングスタッフの紹介です。ゴールキーパーコーチ、赤池康幸。フィジカルコーチ、大塚俊介。コーチ、竹内誠也。長嶺博明。杉浦大輔。沖田勝。ブルーノ・クアドロス。ヘッドコーチ、岩村修平。そして監督は宮野ミーシャ・ペトリッチ。
2019北海道コントローレ札幌がここに揃いました。今シーズン皆様と共に戦ってまいります。 We are 北海道コントローレ札幌。